構成というか調べるので、他にもコメント質問あったんですけど、はい。なんかノートを取られてるのか、どうやってまとめてるんだっていうのもあったんですけど、まあ書籍とかから情報は得るとは思うんですけど、それを一旦あれなんですか、手書きでどっかに書き写してみたいな。そういうこういうコピー用紙の裏に。あ、そういう裏紙みたいなものそうだが。よ。コピー用紙の裏にバー書いて。それなんていうか、人によっては付箋とかに情報書いたのをペタペタ貼ってって、後からこうしようかああしようかとかって人もいると思うんですけど、五郎さんはそういう構成みたいなのはもう頭から決いまや、ってるんです違うよ。か？全然。だから、1枚目はさ、は1枚目はバラバラだったりするじゃん。い、はいはいはい。バラってのは、まあ1枚で済まなかったり、何枚も材料がランダムに入ってるやつが何枚かできんじゃん。それをまた別のコピー用紙の裏に、こんだけ本ありました。まとめがこんだけできました。そこから流れを作って、またって最終的にワープロで打つんだよ。じゃあ一旦情報だけ抽出する作業があっあって、て。それをダーッと羅列で裏紙に書いて、でそれを整理してもう一回裏紙に書いだからて。その一旦情報を羅列する作業の自分の字が汚すぎてさ、なんて書いてあるか読めなくて、また本調べなきゃいけなくなったりすることがよくあるんだよ。そこら辺のことをきっと参考になる方もいるかここもでしれなないいですもんね。な、多分そうで誰すだっよてね。同じ感じだと思うよ、それ。でも参考になりますって言ってる方いますそんね。ななんかなんとか式発想法みたいなことしてないんだよね。本当だって。本当に普通のコピー用紙の裏だよ。その紙見てみたいって言ってる人いますね。初めのね。紙？書いた紙。紙か？ある。ありちますょっとか？さ、俺のカバン。見せていただけまとる。める前のですか？あいつが何持ってくるの？いや、だから余計なもん探さなくていいから、俺の、あれ持ってきてくれる？カバンに入ってる、ないかな。いや、本当に普通だよ。そんな、南方熊楠の熊楠曼荼羅みたいなことになってないよ。違うって、だからそれをくれくれって。五郎さんの修行、五郎さんしかわかそんれない。今出したの？こっから出したの？じゃあそれいらない。五郎さんのマネージャーさんがいろいろやってくれてます。ゴーさんのマネージャーさんね、言ったもん持ってきてくんないんだよ。ほら、こんなことだよ、こんなこと、こんなこと。すごあ、でも想像よりちゃん、なんつうか、こん綺な麗こにと書かだれてるよ。じゃないですか。わあ、すいや、これでこっち側から行ったり、こっちから行ったり。こんなことだよ。五郎さん、なんていうか、字は下手だっておっしゃいますけど、単にめこちんゃなくこちゃ、と。ちゃんとなんていうか、整列して書いてますね。何言ってんなんていうんですかね。の？こまっすんなこと。ぐというか、こういう裏紙に書くと、またなんか斜めになっちゃったりのさ、字がしないよ。大きくなったりしちゃうだったりさ。もう。これなんかほら、裏のやつに線が引いてあるから、わ かるじゃん。裏のあれに、裏に文字があるから。線が引いてあるから。こんなことだよ。これがこう一個のネタについて、あるのが、まあ、最終的にこんぐらいのものになっていくわけじゃん。すごい綺麗って皆さん言っいや、てますね。綺麗じゃねえよ。こんなことですよ。もうどれが何だかわかんないですよ。段ボール1箱ぐらいの本が本をこ裏れ紙2、3枚にまと2、3め枚になって、て、で、なんかどっかの時点でこんぐらいの整理になっ10て、ページぐらいになっ最終て。的にこんぐらいになるって。すごい。大変なんだよ、和田。そうです。大変な思いしてんだよ。掃除に来なきゃダメだな、これ。そう。本当そうなの。一番時間食ってんのは、資料を、紙の資料を探すことなの。どこ行ったっけよ。それどうにかしてほしいんだよじゃあ図書館みたいにしますか、今度。
図書館。いや、図書館みたいにしてたんだよ最初。最初はもうすぐさ、ほとんどの資料がどこにあるかさ、すぐ出てくるようになってたんだけどさ、それがこの有様なんだよ。ちょっと目を離した隙に。使ったらぐしゃぐしゃになります。ぐちゃぐちゃになりますよ。五郎さんの場合は本はまあ、きっと著者別なんかにしたら混乱しちゃうから、年代別とかなんですかね。どういう分け方が、書斎はどんな風に分けてるの。いや、基本はさ、なんかジャンル別にしてあるんだよ。ジャンル別、うん、ジャンル別で、そのジャンルの中でもまたジャンルがあるじゃん、はいはいはい、それ別にしてるんだけどさ、紙の本の一番の困るのはさ、大きさがバラバラじゃん。あ、確かにそれがもう一番悩みの種だよね。で、つまりでかい本とさ、美術ジャンルの印象派の本とかそういうことですか。うん、とかそうだけどさ、まあ、例えばさ、ドガって言ったってさ、はい、こんなでかいガって言うからさ、うん、こんぐらいの要するに文庫本まで、そうっす、ドガがあの本はあるわけだよ、大きさバラバラなのが。確かに。できればこれドガでまとめたいわけじゃん。そうですね。ところがこれさ、うまく本棚にちょっともう、ああ、余計な空きが多すぎてもったいなかったりするじゃん。と結局平積みにできる本はさ、平積みにしていったりするようになってきちゃうじゃん。で、そうすでいっぱいになってくるとさ、その手前にさ、違う、ああ、まあそうなりますよ、やつを置いたりとかし始めるじゃん。で、またなんかさ、地震があってさ、崩れたりするとさ、それがまた入れた時に混ざっちゃったりとかのさ、そんなことを日々繰り返してたらさ、もうすぐわけわかんなくなっちゃうんだよ。あ、まあ、そうなるとやっぱ電子がいいなって思っちゃうんですよね。ここはもう本当に昔から悩みどころなんだよ、本の大きさバラバラ問題は。統一してほしいんだよね。確かに。五郎さん特に多すね、それ昔から俺出版社にいた頃から言い続けてるんだけどさ、ダメなんだよね。和田は言うやり方、図書館風だったらラベルが貼ってあってみたいなことだよね。そうですね。どこかで検索かけるとこの本はどの棚にあるよみたいな、ね、でもそれはちゃんとその順に入ってないと意味がないんだよ、図書館のあれですら。確かにこれ言っていいのかわかんない。この前図書館行ったら本見つからないって言われて、あったね、予約していったのに、ね、平気であるよ、もうそれ図書館として失格やけどね、それね、あったら。いや、なんかびっくりしました、うん、でもこれが究極の方法はないでしょ。もう何百年もいろんな人がやってきて、はい、だからもう今なんかあれでも目下の書くことに使うやつはさ、全部こう出してきてさ、うん、それ専用の段ボール箱にドコドコドコって入れてさ、で、まあ、それ終わったら元に戻した方がいいと思うんだけどさそのままになっちゃったりしてんだよね。だから次やるのだとピエロ・デラ・フランチェスカとかのピエロだったらピエロの箱っていうのを作ってさ、作ってやるんだけどさ、そこにピエロのことばっかりじゃなかったりもするわけじゃん、ね、話の ネタでさ、そうするとその違う本もそこに紛れ込んじゃったりしてさ、まあ、とにかくどうにもならんよ本は。どうでしょうかね、ちょっと五郎さん特殊すぎて皆さん参考に。いや、てか全然やってること自体は全然特殊じゃないぜ。その本の量がちょっと多すぎるっていうだけで、多分みんな同じような感じだと思いますよ。あ、でもやっぱり、うん、そんなみんな型マンダラみたいなことを期待されても困りますよ。